こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。早いことで今年ももう終わりそうですね。ちなみにこいつはクリスマスに動画も出さずにスケートしたり柿めっちゃ食べたり高いウニやいくら食べたりしてたからな。とても楽しかったです。うざ。今回は録画の画質がゴミだったがためにあるある動画を作ってみました。手抜きとか言わないで。嬉しい時。嬉しい時。配線が全部一致してる時。ちなみに確率は24分の1。悲しい時。悲しい時。ドラッグしようとしたら画面外をクリックしちゃった時。たまによくある。悲しい時。悲しい時。ダウンロードの途中でボタンが入った時。恨み票を入れたくなる。やりたくなる時。やりたくなる時。トイレの前を通った時。ワンチャンしたいある。やりたくなる時。やりたくなる時。壁の裏からできるタスクがあった時。写真とシャワーヘッドは見つかりづらいところで死ぬのを防げる。嬉しい時。嬉しい時。テープタスクが一発で決まった時。実際めっちゃ難しい。嬉しい時。嬉しい時。数字がめっちゃ重なってる時。5つ同じになったことあるよって人はコメント欄へ。面倒な時。面倒な時。カチコチタオルが突っかかる時。上から押せば入ってくれる。悲しい時。悲しい時。役職聞いて書籍許された時。これで守護天使引けないとさらに悲しい。悲しい時。悲しい時。主役の選択をミスった時。急がば回れ。悲しい時。悲しい時。カードスラッシュが全然うまくいかない時。意外とシビアだったりする。困惑する時。困惑する時。このタスクを初めてやる時。そもそもミラをやったことない人を襲う。悲しい時。悲しい時。会議を挟んだからこれを完全に忘れちゃった時。ちなみにクリックする回数で覚えると楽。はい、いかがだったでしょうか。他にもこんなのあるよねってのがあれば、気軽にコメントに残してってくれだぜ。9月末に始めたこのチャンネルですが、たくさんの人に見てもらえて本当に嬉しい限りです。最近は低迷してるところだが、これからも動画投稿や参加型配信を頑張っていくから、応援よろしくだぜ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうだぜ。また見てね。